Welcome to Angora, where we take a deep dive into Japanese underground music. In this episode, we're going to meet four Tracy Hines. Over a decade-long career and across five epic albums, this shoegaze dream pop band has proven themselves to be one of the scene's most ambitious and trailblazing acts, producing cinematic, luscious songs on a scale few others would dare aim for. Recently, the band announced that they will be disbanding in March of 2023, but while they're still together, join me as we both get to know and say goodbye to four Tracy Hines. で知り合ったメンバーとかが多くて、まあ、辞めたギターも含めてなんですけど、2009年ぐらいとかにツイッター僕は始めて、その頃はツイッターを使ってる人が少なかったので、音楽好きとかも結構すぐつながって、そんな中で知り合った一人がベースのマブくんで、マブくんと倉庫が大学のサークルの同期ですね。エウレカはもともと小学校の後輩で、うん、結構遊んでくれるお兄ちゃんって感じでしただったけど、まあそれから十何年か特に会ってなかった。で、Facebook で連絡が来て、バンドやってるから見に来ないって言われて、その流れで加入してみたいな。曲を作ったり、マブくんが曲を作ったりしてるんですけど、基本的に曲を作る2人がどっちも宅録ができる人たちなので、割と全パートがっつり最初に考えてあることが多くて、その上でまあスタジオで合わせていく過程で、リズム帯に関しては結構最初のデモから最終形態に至るまで結構変わることが多い。いいところだけどおしゃれそうデモの、はい、あとはまあ我々は全員アニメが好きな人かアニメが好きだった人が多く、関係がない、うん、だからまあそういった意味でも結構サウンドトラック的なものというか、起伏とか起承転結とかは結構意識してると思いますね。歌に関しては結構、まあ、時間をかけて解釈したりとかして、そう一曲一曲その少女像的なものはなんとなく考えて歌ってはいます。いつもレコーディングの時は歌詞を印刷した紙を持ってくるんですけど、それこそめちゃめちゃメモがあったりします。なんか赤字もあと女の子書いたりするこの曲はこんな子だなね海外のレストランしてミュージックラブの印象を受けましたが、まあもうそれは完全におっしゃる通りで、サードアルバムのニューヤングシティを作っていた頃に、シンガポールのソブズというバンドのおかげで結構アジアツアーを回ることが決まって、でまあなんとなくアジア向けに英語の曲があった方が反応がいいんじゃないかなみたいな感じがしたので、なんとなく作ってみたみたいなところは結構あるね。MV に曲を選ぶときも、うん、まあなんかこう結構たくさん曲がある中でどれを MV にしようって思ったときに、
やっぱ一個ちゃんと海外に訴求できるようにちゃんとあの MV も作ってレシーブとシングルカットしてみたいな、そんな感じにしたいよねっていうのも言っていたので、まさに海外にちゃんと訴求できるようにっていう意思はありましたね。実際アジアツアーの時にモッシュが起きるのはやっぱすごかったよね。なんか客がめっちゃモッシュして人がダイブしててみたいなやつはこうやってよかったんですね。もっと海外に音楽を持っていきたい。まあ届く限りのところには届けたいですね。I'm in bustling Shinjuku, downtown Tokyo. A few days ago, Tracy Hyde announced their imminent breakup, making their show here today one of the very last chances to see them live. Let's go catch them backstage. 皆さんは悲しませてしまって申し訳ないんですけど、意外と我々は明らかんとしてるっていう。上の反応とか思ったよりもはるかに大きくてびっくりしてるのがありますね。なんか普段からもっと反応しろよって思ってどっから出てきたんだ。そう初めて見るアイコンとか名前とかの方結構いらっしゃるもんね。そうだ、インスタグラムで結構ワイエウレカみたいなやつがすごいたくさん来てた。あ、そうだめちゃくちゃおもろいやん、ね、全部ハートで返してしまってます目の内はトレンド入りにしましたね。しましたね。ほんの数時間の間だけすごい国民的バンドになってたような気分だったそう、ツイッターバンドで始まったバンドだから行き着く先が結局ツイッターだったんだなっていうのトレンド入ってるいいよね。みんなには解散ライブは来てほしいですね。来てもらいたいですね。本当に来てほしい。あと何回かライブやって終わりますよっていうのはなんかちゃんとできているので、うん、なんかその残りの機会詰めてみんなに見に来てくれたら本当に嬉しい。そうですね、ぜひいらしてください。
時からすごいもうたくさん素敵な音楽を菅さんには作っていただいて、まぶたさんにも本当に大好き大好き、みんな大好きです。最後なんて言いたくないよね。本当ね、もうあのそれぞれあの音楽活動は続けると思うので、はい、そのさもう皆さんの先に音楽がずっとそばにあったらいいなってすごく思うし、私たちもいただいた曲をずっと大切に歌い続けたいなって思います。ドクトハエさんの曲も聴き続けます。聴き続けます。大好きです。いつまでも大好きです。みんなすっごい音楽好きで、なんかすごく音楽の幅とか探究心みたいなのをめちゃめちゃ広げてくれて、渋谷系とかインディーポップとかシューゲイザー、ギターロック、オルタナティブ、インディーロックの派生でさ、チルウェーブとかさ、そういうさ、ふわふわしてかっこよくてギター鳴っててみたいな音楽全部さ、ずっと好きなわけじゃん、人として。でそういうのに触れて、なんか自分の音楽の趣味もすごい変わったっていうか、めちゃめちゃ広がって、私以外の人にもさ、そうなんだよ多分。ホトハイがいてくれたからさ、周りの人たちもさ、どん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 いろんな音楽知ってったり、いろんな音楽好きになったりさ、そういう影響をみんなにも及ぼしてたリーダーだった気がするな。だからありがとうございますって言いたい、その点において。すごい楽しかった。本当に10年間支えてきてくださって本当にありがとうございます。もう本当に日本のインディーシーンってすごく面白くて、もう毎日のように面白いことがたくさん起きてると思うので、ぜひ皆さん、あの我々を入り口にして興味を持っていただけたらとても嬉しいです。その調子ハイド解散それは感謝の気持ちか